the guy! よっしゃ！まさかあんた、あの…わっ！あ、じゃない、おう！オラは木こりの満腹。いや、ありがとうなんて言葉だけじゃお。手伝えることか。なあ、アルゼ、あの魔物。それならお安い御用だべ。橋の修理さ、終わる。ありがとな、木こりのおっさん。お待たせしてすまんか。おお、仕事が早いじゃねえか。それにしてもありゃよく考えたら命の大命の大事の導きんが、大事の導きは世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を、そしてこの森にある輝く木の根、あれ、そしてあの根は選ばれし者だけに、たいオラのじいさまはその不思議な奇跡を大樹オラがいくら根っこに話しかけても、兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし、羨ましい限りだべ。勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。
終わったな。やるぞ。俺たちの勝ちだ。おととい来やがれ。
Thank you.
前の大好きなシチューがもうすぐ。お腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。あんた誰なんだい。何言ってるんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん、私をバカにしてるのかい。さ、とっとと出て行っておくれ。でないと人を呼ぶよ。私、エマって言うの。おに？うん？あ、わかったわ。お兄ちゃん、あの子を探してるのね。あの子なら、デオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。
じいちゃん、はしご知らないはしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。わかったわかった。待っておれ。今行くでな。おや？はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？ううん、知らないよ。あの青年はわしに用があるようだ。二人は向こうで遊んでなさい。はい。さてと、お前さんもあの子じゃな。そうじゃろうな。赤ん坊のそんな辛そうな顔をして一体何？なるほど、どうやらお前さんはわしがいなくなった後の頼りにしていたデルカダール王に、デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包みか。だがこうして話してる時間は、村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を、東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。これほど。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしは兄ちゃん、さっきはお礼を言いそびれちゃったけど、またこの村に遊びに来てね。晩ご飯までもう少し遊ぼうよ。エマは何して遊びたい？それじゃあ、レオおじいちゃんのとこに行ってみましょう。うん。3人で一緒に遊ぼう。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か？まったくひでえことしやがれ。勇者を育てた村というだけで、お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたか。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに
お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあじいさんの言葉を信じて、医師の大滝は村を出て東に向く。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。